MX2 試験台機能設定。モードキーを押してサイクルモードに入ります。試験台がサイクルモードで回転ボタンを押して設定モードに入ります。スタートスピード、計測を開始する速度設定、10から300mm 毎分。ボタンを回転して次に設定に入ります。 Measuring Speed、 計測速度設定、10から300mm 毎分。 Return Speed、 戻り速度設定、10から300mm 毎分。 Extra Config、 追加の設定。Timer Limit、 時間の制限、0から99分59秒まで。 Counter Limit、 カウント制限、1から無限大。ボタンを押して設定に入ります。ボタンを回転してカウント数を調整します。もう一回ボタンを押して保存します。戻りキーを押してサイクルモードに戻ります。